た感覚っていうのは、もう目をつぶってると本物のグランドピアノをこういう風にこう弾いてるっていう感覚で、パッと目を開けたら、あ、ないっていう感じですね。だから本当に本物に近いその音が鳴ってる、グランドピアノの音がまさに鳴ってるっていう、そういう風に感じました。スピーカーが8つも入ってる。でも8つはないですね、聞いたことない。タッチ感ですけれども、タッチは、弾いた時に横からこう木が見えるんですね。木でこう囲まれてて、弾いてて、あ、ピアノを弾いてるんだなっていう、すごく安心感につながります。それから、弾いてるとその重厚感、木が見えることで弾いてるタッチがしっかりして、で横も横ずれっていうんですかね、横にも全然ずれないので、電子ピアノではあるんですけれども、本物のピアノを弾いてる感覚になります。ペダルはやっぱり踏んだ時にちょっとカクってなりますよね。でそのカクってなった感覚がローランドのデジタルピアノに入っていまして、少しこう遊びがあるんですね。それを踏み込むとペダルが効くっていう状態になるんですけれども、ダンパーがこう上がるじゃないですか。深く踏むとちょっとだけも何ミリとかっていう世界だと思うんですけど、それを瞬時に今ちょっと上げたっていうのが分かるっていう、瞬間的に変わるっていう手応えがあったっていうか、足応えがあるっていう感じがしました。という無料アプリがあるんですけれども、今回 iPad で、お見せしますが、フラッシュカードというのがあります。これがちょっとレッスンに使えるかなと思ったのでご紹介したいと思います。では音を聞いて当てるというのをやってみます。こちらのモード、簡単モード、始めます。基準のどの音を聞きましょうですので、この基準の音を聞いてから次に進みます。間違ってみますよ。そうするともっと高い音だよって言ってブーって言われました。次の音、ね、という形で点数が出てくれるというのです。なかなかいい。ピアノデザイナーというこの iPad アプリはデジタルピアノの中の微調整ができるんです。こうやって自分の好みに変えていきます。そしてこれでいいなっていう、でこのサウンドエディットの中のいろんなカテゴリーの中に、変えたい場所があれば調整をしてみてください。今までこう弾いたデジタルピアノっていうのは録音した音が鳴ってるっていう感じだったんですけれども、サンプリング音源ではないモデリング音源を採用されているということでしたので、そこ の本物のピアノを、こう弾いて、弱くすると弱い音、それから、重なった音もですね、同じようにグランドピアノで弾いている体験ができたっていうふうに思いました。